それは多分普通の人と変わらないんですよね。僕はもちろん医療者だから医療の知識はいるんですけど、でも一番大切なのは良識的な力っていうか、人がしんどい、顔色悪かったら、あれ昨日より顔色悪いよねって感じる力とか、なんか今日はいつもと雰囲気違うねって何かあったのかなっていうふうに思う力とか、あるいは家族が今どんな思いなのかなって思いを馳せる能力とか、経済的にも大丈夫なのかなって考える、そういう意識とか、そういうことだと思うんですよね。だその後に今医療者としての知識をぶち込めばいいんで、昨日と比べて顔色悪いと思わない人がその原因を考えることもないし、患者の人生にかかっていくこともない。だからすごく医療者にとって大切っていうか、良識の力っていうかな、そういうのが一番医療者にとってはしっかりしてるおかなければならない能力かなと思いますね。特に医者はね、なんかある意味技術職みたいなイメージが強いんで、看護師さんの方が多分求められるんだろうと思うんだけど、医者の場合はね、手術室入って麻酔かかった状態で手術待ってりゃいいじゃんっていう人たちもいるから、全部が全部じゃないんだけど、そういう能力は医療の現場では大切かなとは思いますね。ねえ、なんか人生はなるようにしかならないからね。だから失敗してもいいからやろうかなと思ってますけどね、僕。後で後悔するでしょ、どっちにしろ。だからまあとりあえずやってみようっていうふうにいつも思ってますよ。まあバッターボックス立ったらやっぱり空振りしないとね、要するに振らないといけない。もう怖いからって立つことやめたらヒット生まれないからね。でも立ちさえすれば可能性はゼロじゃなくなるから、振りさえすれば。だからそういう意識で立ってますけどね。ただ一つ言えることは、多分どんなにすごい人たちでもすごくなればなるほど大きなことに挑戦するんで、例えば臨床検査技師になりたいっていうのと、優秀な例えば科学者がいて、あるいは優秀なスポーツの選手がいたときに、その人がこういう目標を立ててやってる、そのストレスってじゃあどっちが大きいかって言ったらあんまり変わらないと思うんですよね。何が違うかっていうと、例えばスポーツの選手より科学者はやるんですよね。とりあえずやろうとするんですよね。挑戦しようとするんですよね。でもなんか多くの人はやらないんですよね。やればいいのに。で、時間だけが経っていくわけでしょ。時間が経てば経つほど可能性がなくなっていってっていうことが起こるんで、だから僕はやればいいと思うし、やって失敗したらまた挑戦する時間あるでしょ。で、また挑戦すればいいだけなんで、その中で次の可能性も見えてくるかもしれないと思うんで、だからビビったからやめるんじゃなくて、ビビってもやろうっていうふうにしていけばいいだけなんじゃないですか。まあ、いつも言うんだけど、命取られるわけじゃないんで、それでその人の一生の価値とか、その人の価値が決まるわけじゃないし、世間を見て生きてるわけじゃなくて、自分の人生と向かい合ってるだけなんで、やるんだったら挑戦すればいいんじゃないかなって単純に思いますけど。どうしたら他人の気持ちを思いやれるようになるかっていうことですよね。僕思うんですけどね、なんかね、無理なことは無理なんじゃないかなと思ってて、ちょっと思うのは、結局自分の人間のレベルが上がればそういうことはできるようになるんですよ。結果としてね、他人の気持ちがより分かるようになったりとか、思いやれるようになったりするんですよ。だから人間だからどこまで行ってもそれはキリがないですけど、ゴールがあるわけじゃない、神様になれるわけじゃないんでね。だけど人間のレベルが上がってくると、そういうことが分かるようになってくるし、感じるようになってくる。だからやるべきことは自分の人間的なレベルを上げていくことに尽きると思うんですよ。で、そのためにはとにかく人間関係で無理しない、あんまり無理してもどうせうまくいかないんで、でもそうやってその人の気持ち分かりたいとか、周りの気持ち分かりたいっていう思いを常に持ちながら、いろんなことをやればいいと思いますよ。思いつく限り。それは多分自然の中へ入っていって、例えば風を感じたり、太陽の光を感じたりすることもいいと思うし、動物を可愛がって動物の気持ちを分かろうとすることもいいかもしれないし、大人の世界に入っていって、大人の人たちとコミュニケーションを取って、大人の気持ちを理解するっていうトレーニングをしたらいいと思う。中学生って難しいから、一番難しいところにいるんですよ。だからそれよりも大人の人たちの
その方がうまくいく可能性はあって、あるいはもっと小さい子どもたち、でも思いつく限りいろいろやってみたらどうかなとは思いますけど、でその努力をしないでうまくいこうって言ってもなかなか難しいんじゃないですかね。いや、もともと日本もそうだったでしょ、大家族制で生きてたから。日本はね、戦争に負けてから核家族になったんですよ。それはなぜ核家族になったかというと、もともと日本っていうのは農業国家だったんですよ。だから大家族制で生きてきたんです、農業やりながら。で、一部の人たちが都会に出てサラリーマン、いわゆるそういう都会の企業に勤めたわけですね。それが戦後は完全に工業化して、まあ、村落共同体っていうのが崩壊していったんですよ、潰れていったんですね。で、そういう関係性が薄くなったんですよ、自分の夫婦だけ親子だけになっちゃって。で、それが今の状態なんですよ。だからもともと日本はそういう状態だった、それが今そうじゃなくなったっていうだけで。もう一つは、日本の病院と違ってミャンマーの病院はご飯も出なければ、ベッドメイキングも掃除も誰もしてくれない、誰かが横にいてやらないといけないんですよ。だから必ず付き添いの人がいるんですね。給食も出ない、だからご飯は付き添いの人が作るか買ってくるかしないと入院中はいけないんですね。だから必ず誰かが必要になるんですよ、付き添いが。で、そういうのもあってやっぱりこうみんな一緒に付き添ってやってくるっていうことですね。だから昔の日本のように家族のつながりが強い、病院の方もそれを一人で付き添いいらないですよっていう仕組みがないっていうことも含めて、そういう感じでみんなが付き添うような状態になってるんだと思います。